皆さんこんにちは、かっちゃんです。こんにゃくということで、今日は久しぶりの黄金焼きシリーズということで、ヘルシーで買いやすいこんにゃくを使って焼くだけで驚くほど美味しいこんにゃくの黄金焼きを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。耐熱容器にみりん大さじ2、砂糖大さじ1を加え、600ワットの電子レンジで50秒加熱し、アルコールを飛ばし、砂糖を溶かし合わせたら、味噌大さじ1を溶かし合わせます。味噌を溶かし合わせたら、すりごま大さじ1を入れ、混ぜ合わせます。少し辛みが欲しい場合は、一味唐辛子を調節して入れてください。はい、では混ぜ合わせたら簡単甘味噌だれの完成です。こんにゃくには味がつきにくいので、全く下味なしで作ります。味噌だれを作ってつけて食べてみてください。板こんにゃく1枚 200g を8等分し、半分の厚さに切ります。切り終えたら塩、砂糖少々を揉み込み、水でさっと洗い流して耐熱容器に入れ、浸る程度の水を入れて600ワットの電子レンジで5分加熱し、下茹でします。加熱し終えたら水でさっと洗い流し、粗熱を取り、ザルにあけて水気を取ったら、キッチンペーパーで表面の水気をさらに拭き取ります。水気を拭き取ったら、調理用袋に薄力粉大さじ2、こんにゃくを入れて袋の口を閉じて振り、薄力粉をまぶします。こんにゃくに薄力粉をまぶしたら、フライパンにサラダ油をひいて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、卵1個に塩コショウ少々を入れて、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。では溶き卵を作ったら、こんにゃくを溶き卵にくぐらせてフライパンに並べます。ではそこに焼き目がついたら、こんにゃくを返して反対の面も焼きます。はい、では反対にも焼き目がついたら、最後溶き卵が少量残るので、フライパンの縁にこんにゃくを寄せて、このフライパンの角を使いながら、今回もこんにゃく四角くて卵焼きのように卵が巻けるので、卵をフライパンの縁に少量流し入れ、卵に巻きつけて使い切ってください。では巻きつけたら、さらに焼き目がつくまで焼きます。では卵を巻きつけて焼いて、表面に焼き目がついたらお皿に取り出します。はい、ではこんな感じで、焼くだけでヘルシー簡単、驚くほどうまいこんにゃくの黄金焼きの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はヘルシーでお手軽なこんにゃくを使って、こんにゃくの黄金焼きを作ってみました。それでは本日はこだわり酒場レモンサワー濃いうまで乾杯。乾杯。ビタミン。じゃあ早速いただきましょう。今回は久しぶりの黄金焼きシリーズを、ヘルシーで手軽で使いやすいこんにゃくを使って作ってみました。
じゃあもうほんとこんにゃくにはね、全く下味をしていないので、この作った味噌だれにつけて食べてみてください。じゃあいただきます。ん、にゃくい。あ、美味しい。うん。こんにゃくをあらかじめ食べやすい大きさに切って、塩と砂糖を揉み込むことで、まあ、結構臭み抜きって塩で揉んで下茹ですることが多いかと思うんですけど、砂糖も一緒に入れることで、ほんとこんにゃくの臭みがしっかりと抜けて美味しく仕上がります。で、ほんとシンプルに卵とこんにゃくなんですけど、しっかり臭みを抜いてあるっていうのと、電子レンジで下茹ですることによって、風味もよく美味しく仕上がります。こんにゃくに薄力粉をまぶして、プラス卵をまとわせて焼くことで、なんかこんにゃくだけだとちょっと物足りないから寂しいかなって感じがするかもしれないんですけど、こう卵でボリュームが出て、すごく美味しく仕上がります。外のこうしっかり焼き上げた卵に、中のこんにゃくの食感風味がすごくよく合います。なんか私最初試作した時に、あ、これ絶対味噌で食べたら美味しいなと思って、今回味噌だれのレシピも一緒に載せたんですけど、なんか味噌田楽とかではないんですけど、ほんとこの味噌が卵にもこんにゃくにもすごくよく合って、美味しく食べれます。で、味噌にはみりんや砂糖でしっかり甘さをつけつつ、すりごまをたっぷり入れているので、まあ、東海地方にね、お住まいの方とかだったら、まあ、つけて味噌かけて味噌とかあると思うんですけど、あんな感じです。あとこのすりごまの香ばしい風味に甘味噌がよく合った美味しい味噌だれになってます。ただこういう甘味噌、まあ、東海とか九州の方好きかもしれないんですけど、もしかしたらね、関東地方の方とちょっと味甘いなって感じるかもしれないです。なので、甘さ控えめにしたい場合は、砂糖を半量にして作ってみてください。で、味噌も結構しっかりめに作ってあるので、ちょっと残ったら、これに野菜スティックとかつけて食べるとめちゃくちゃ美味しいです。なんかキュウリとかキャベツとかつけるだけで美味しいので、もしね、味噌が残った場合も美味しく食べれるような味噌だれになってます。調理工程もこんにゃく下処理して、あとは卵をまとわせて焼くだけで簡単に美味しく作れて、まあ、こんにゃくってね、もうヘルシーですし、今回も極力なんかシンプルな感じに作ったので、罪悪感なく美味しく食べれるレシピになってます。まあ、本当私はおでんは甘味噌か、甘味噌にちょっと辛子つけて食べるんですけど、この味噌だれとこんにゃくめちゃくちゃよく合います。うん。はーい。ということで今日は焼くだけで驚くほど美味しいこんにゃくの黄金焼きを作ってみた動画でした。下処理したこんにゃくに卵をまとわせて焼くだけで簡単に美味しく作れて、こんにゃくと卵のシンプルな材料で罪悪感なくヘルシーに美味しく食べれるレシピになってます。まあ、いつも黄金焼きはタレのレシピを一緒に載せないんですけど、今回はほんと絶対味噌だれで食べてほしいくらい、すごくね、味噌だれとあって、おつまみにもおかずにも美味しく食べれるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。にゃくにゃくー。味噌だれが一番カロリー高い。